皆さんこんにちは。お料理実習コーナーにようこそ。新潟調理師専門学校西洋料理部長の堀越健一です。今日は人気洋食のビーフストロガノフを作りたいと思います。ビーフストロガノフはレストランメニューとしてイメージがあると思いますが、今日はご家庭で簡単にお店の味が再現できるメニューを紹介します。まずは材料です。牛肉の切り落とし、玉ねぎ、マッシュルーム、きゅうりのピクルス、小麦粉、赤ワイン、デミグラスソース、生クリーム、サワークリーム、サラダ油、バター、パセリ、塩、コショウ、そしてご飯です。今回は2人分となっていますので、4人、ご家族であれば2倍の材料をご使用ください。では調理を始めていきましょう。はい、ではこれからね、料理の方を作っていきたいと思います。まず、玉ねぎですね。玉ねぎの、みじん切りの方をですね、していきたいと思います。玉ねぎの、みじん切りですけど、まず玉ねぎのこの繊維に沿ってですね、こう切れ目をこんな感じで入れてください。でポイントとしては、玉ねぎの芯をね、取らない方がばらけなくていいです。で、まずこう横に入れたら、この真横にですね、こういう感じで、ナイフを入れていきます。で、あとはこのままこう玉ねぎをですね、薄くスライスしていくと簡単にみじん切りが、できます。ご家庭のね、狭い場所でもこういうふうにしてやると非常に場所を取らずにね、簡単にできますので、ぜひやってみてください。で、このように切っていったものをですね、あとは包丁の先を押さえて、包丁の尻の方で軽く叩きながらですね、みじん切りをしていきます。こんな感じですね。切りました。で、器の方にですね、あげときます。次、マッシュルームですね。マッシュルーム以外のキノコでも、全然応用して問題ありません。今日は、マッシュルームを用意しました。で、まずこのマッシュルームの、ね、石突きの方をこういう感じで切って落としていきます。こんな感じで石突きを取っていきます。そしたらですね、串型に切っていきます。大きいものは縦に半分に切ったら、6等分ぐらい、ね、6分の1ぐらいで切ってみてください。で、小さいものはだいたい4分の1で、構いません。ポイントとしては、大きさを揃えるといったことが大切になります。はい、マッシュルーム切りました。で、次はですね、ピクルスの方を切っていきます。ピクルスの方は、このように縦に半分に切って、横に置いていきます。で、ちょっと包丁をね、真横に置きながらこうスライスしていきます。非常に柔らかい食材なんでね、こう簡単にこんな感じでスライスができると思います。で、薄くこうスライスをしたものを今度千切りにしていきます。千切りですね。こんな感じで千切りにしていきます。で、あのピクルスって家庭で買ってなかなかね、使い道がないっていうご家庭の話をよく聞くんですが、例えば揚げ物のタルタルソースの、具材にしたりとか、あとはその照り焼きソースですね、豚肉の料理、ちょっと甘酸っぱいソースなんかは非常に合いますので、そういうソースの中にちょっと刻んだピクルスを入れても美味しいかと思います。で、こんな感じで、みじん切りですね、ピクルスの方を刻んでいきます。はい、でこんな感じでいいでしょうかね。じゃあ次、パセリですね。パセリ、こちらの方は、彩りで使います。どうしても料理自体が、茶色くなってしまいますので、こういったね、緑のあるものを添えることによって非常にフレッシュ感が出ます、ね。今日は使っているのは普通のパセリ使ってますけど、最近スーパーでも出てるイタリアンパセリなんていうね、三つ葉に似たような葉っぱのパセリでも十分代用が可能なので、そういったものを使いながら料理を作ってみてください。
でこれもですね軽く叩きます。まあ、叩くことによってね、香草ですから香草の香りもねうんと立って、これもね、食欲をそそるのかなというふうに思います。はい、じゃあこんな感じで、パセリの方もみじん切りになりました。では次、牛肉の方の下処理をしていきたいと思います。今日用意したのは牛肉の細切れの部分ですね。非常に、柔らかい、お肉になります。まあ、牛肉のやつでね。であとは食べやすいように、ここで少しね切ってみてください。細切れなんでパッと買ってみた時に、あ、これ全然切らなくても問題ないなっていうのはそのまま使ってもらっても構いませんね。ちょっと大きいなっていうところだけ、切ってもらえればそれで大丈夫かと思います。はい、じゃあそしたらですね、お塩、まず下味の方をつけていきます。お塩ですね、だいたいそうですね一つまみ程度のお塩で下味をつけていってください。これですね、あとは胡椒ですね、白胡椒の方を使っていきます。これも均等に下味をつけていきます。はい、そしたらですね、小麦粉の方をまぶしていきます。小麦粉を使うことによって、色もですね、香ばしく、香ばしい色がつきますし香りも立ちます。であと、肉の旨味を逃がさないというね、そういった利点もありますので、ぜひこの細切れの時はですね、少し小麦粉をこういうふうにまぶしながら用意をしてください。はい、こんな感じですかね。よくこう小麦粉を混ぜていきます。でどうしてもですね洗い物を増やしたくない場合、そういった場合はビニール袋の中に食材を入れて、そこに適量の小麦粉を入れてこう揉みながらですね混ぜていくのも一つのやり方だと思います。はい、じゃあこんな感じで小麦粉をまぶしました。はい、じゃあこれからですねソースの方を混ぜていきたいと思います。これあらかじめねソースの方を混ぜておくと非常に調理するときにですね入れ忘れの防止にもなりますし、簡単にね仕上げることができますので、もうあらかじめソースの方は混ぜておきましょう。今生クリームとあとデミグラスソースを入れました。であとサワークリームですね、サワークリームの方を入れます。でサワークリームは最近よくスーパーでも売ってるんですが、もしサワークリームが手に入らない場合、そういった場合はヨーグルト、水切りヨーグルトを代用して、使ってみてください。であと3つね合わせたらホイッパーで軽く混ぜときます。こんな感じですね、よくこう混ぜて、はい、じゃあこんな感じでしょうかね。混ぜて、ではこれから、材料が用意全部できましたので調理の方始めたいと思います。まずですね、サラダ油 5cc ですね、こちら半分の量入れていきます。で、野菜ですねを入れていきます。玉ねぎ、こちらの方をちょっと軽くね温めたフライパンのところにジューという音がするぐらいのタイミングで入れてください。でここでポイントなんですけど、少しお塩をですね加えてください。お塩をこう加えることによって塩の力でですね玉ねぎに早く火が入るのと同時に早く水分が、飛んできます。ということは、早く、ね、炒まりやすくなるということですね。でこの時は、あまり、焦げつかせないように、こんな感じで炒めていきます。そうですね、大体その玉ねぎのツーンとしたね香りが、抜けてったっていうところが目安ですね。少しこう香りを嗅いでツーンとした香りが飛んだなというようなところを、次の、ね、食材を入れるタイミングの目安にしてみてください。はい、こんな感じで、炒まりました。そしたら、マッシュルームをですね加えていきます。でマッシュルームをですね、玉ねぎと一緒に炒めていきます。
大体そうですね、7割から8割ぐらいこのフライパンの中で炒めていきます。で必ずこう香りをね、確認しながらですね、少し香ばしい香りがしてきたなっていうところを目安に炒めていってください。はい、大体こんなもんでしょうかね。はい、じゃあこれを1回別のお皿にかけてキープしておきます。はい、じゃあ次はですね、牛肉を炒めていきます。同じフライパンで構いません。ここに、油を入れます。そしたらあまり熱くしないところがいいですね。すぐ熱いところに入れてしまうとすぐ牛肉が固まってしまいますので、こういう感じで軽くジューっていう音がするぐらいのところで牛肉を入れて、でほぐしながらですね、牛肉を炒めていってください。こんな感じでほぐしながら、ゆっくりほぐしながら、慌てなくていいです、ね、ゆっくりほぐしながら均等に焼き色をつけていってください。こんな感じですね。で粉が振ってあるんでね、あの牛肉の美味しい旨味のジューがですね、閉じ込められてしっとり揚がります。こんな感じですね、均等に焼き色をつけていきます、ね、徐々にこうほぐれて焼き色がついてきてます。であまりですね、あの薄い焼き色だとやっぱり焼き色も旨味の一つなので、均等にね、きつね色になるぐらいまで、肉を炒めていってください。こんな感じですね。はい、でしばらくこうちょっと置いて均等にですね、焼き色をつけるような感じで調理していきます。はい、そしたらですね、赤ワインをジューッと入れて肉の旨味と香りを出していきます。はい、でここで一回火を止めますね。そしたら先ほど炒めた玉ねぎとマッシュルーム、そしてピクルスですね、こちらを加えていきます。であとは、合わせたソースですね、こちらの方も一緒に加えます、ね、火を止めることによってこうソースの羽根が、ね、なくなりますから、必ず一回火を止めてから、調理を入れしてください。でまた火をつけます。でここからはですね、もう全ての材料に火が入ってますので加熱をしていくだけです。でここでポイントは、小麦粉を使ってますので煮詰める必要はありません、ね、このまま、ソースをこう温めながら周りをこう見てグツ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 いってるこの状態を、ね、確認して、もうこれぐらいで OK です。であとは、バターを入れてうまみを足すわけですけど、ここで一つポイントです。バターは冷蔵庫から出したてのものを使ってください。ね、硬いバター、これを、ちょっと親指でこう潰しながらですね、最後仕上げに加えていきます。こうすることによって、あと余熱でですね、バターを乳化させて溶かしていくわけです。こうすることによって、旨味もプラスされますし、ツヤも出てきます。ね。はい。あとは軽く塩コショウで味を整えて、完成になります。はい、じゃあではお皿に盛っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。ご飯を寄せていただいて、脇に出来たてのビーフストロガノフを寄せていきます。で先ほど、刻んだパセリですね、こちらを彩りで少し散らして、ね、フレッシュ感を出して、はい、完成です。
はい、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。ご家庭で簡単にできるビーフストロガノフを今日は作ってみました。簡単にですね、材料にこだわらず家庭でできる料理になりますので、ぜひ皆さんこの機会に作ってみてください。新潟調理師専門学校の堀越健一でした。ありがとうございました。